か、か、か、過去、過去は今より前のことです。今です。今より前のこと。例えば、2年前、3年前、4年前、過去です。過去。例えば、過去の話より、 今の話をしたいです、はい。これは勉強しました。話します。話します。動詞です。動詞。名詞の時、話し詞を書かないです。この漢字だけで。 しと読みます動詞の時は「はなします」ひらがなで「します」名詞の時はこの漢字で「話はな、い、し」ひらがなの「し」は書かないです過去の話例えば 3年前10年前小学生の時赤ちゃんの時過去の話より今の話をしたいです今の話最近の話のことです例えば今何をしていますか今 youtube で日本語を教えています難しいですでも楽しいです、はい、あとは最近何をしていますか最近よく本を読んでいます、はい、小説を読んでいます、はい、これは今の話です最近の話です例えば 先週パーティーに行きました。パーティーで話します。過去の話が多かったです小学生の時大学生の時私は過去の話より今の話をしたいです。はいうん 大丈夫ですか過去の話より今の話をしたいです過去は今より前のことです赤ちゃんの時小学生の時、はい、中学生の時10年前20年前、はい、書きます1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 123456789101112。か